邪行官志向は、明治維新の功労者である家族、または新任官の地位にあった管理を優遇するため、明治時代の初めに置かれた資格。職生、俸給等はない名誉職。宮中赤字等では、直人官に準じた待遇を受けた。会に、近景官志向がある。明治2年5月15日、天皇の相談役として、国事手順に当たらせるため、 全議定の八塚持明ら6名の家族に、邪行の間への確実出資を命じた。邪行の間は、京都御所内の部屋の名称である。当初、この出資を命じられた家族を、邪行官志向家族と称し、後には、邪行官志向という資格と解された。1874年6月、家族会館が発足した際はこの任に当たる家族を、中心として創設。 1879年12月、内務省と区内省が協議して、邪交官志向は、直任官の待遇をもって管理に準ずることとされた。1908年6月8日には、定員を15名と定めた。宮中席次では、第2回に属する第21の順位で、第19の高等官一等、第20の貴族院副議長、衆議院副議長のもと、第22の公爵。 第23の正2位の上に位置づけられた、江戸時代の朝廷内にあった四考集の流れを組む、ありがとうございます。